じゃあちょっと身体検査します。はい、します。もうこれは捨てちゃって。あ、わかりました。捨てます。よいしょ。体調管理してます。よいしょ。ちょびちょっとリードハート。よいしょっと。よしよし。飛びちゃん、ごめんね。よしとね。じゃあ、落ちる。落ちる。よいしょ。落ち着け。これ左か、左上ちょっと待ってね、左上のおできがちょっと大きくなったような気がする。ゴーリコちゃんね、惜しかった。どうやるのにとか上がってきたね。大丈夫大丈夫。ここから来てどれくらいの下かなって言ったら見たくない。ここから来るね。なるほど。これあの刺激の少ない症状だよね。あ、はい。持ってらっしゃるので。あ、そうですね。ね。はい。これで一分で、あとはこれホスト T3 の混合ね、液体ね。あ、はいはい。こいつを1日2回ぐらいこうやってやってください。はい。要はね、クイズ中の雑菌が入ってさ、はい、大きくなっていく可能性があるから。あ、はい。はい、それで誰かな、高島君、はい、サポート来て、抗生症状当てて。はい。で、ちょっとまたそこにね、抗生症状当てますんでね。はい、お尻絞り、あの、あ結構ね、やってるんですけど、すいません。あんまり出ないですよ。お願いします。すいません。ちょそうね、ちょろっと出たり、出るとき出ることもあるんだけど。先に肛門線いきます。はい、ごめんね。あ、でも。あ、でも出るか。もうちょっと出ます。まあでも、はい、大方これですね。あ、ちょっと拭いてきますね。はい、じゃあ、こっちに頭持っててもらえる。ちょっと、頭さん、100の位置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 
ことになる。竹田さん帰るってまだ。はい、終わりました。持ってきて。はい、お待たせしました。サラダ取って、はい、これが入ってるわ。はい、これ一応2本出しますので、はい、新しいやつを持ってください。はい、わかりました。心配なのは、まあ、修行もそうなのに一番体に関係してることだから、はい、純機能、そうです、純機能の方なんですよ。で、お水というと飲んでるでしょうかね。はい、100です。300から400は飲んでました。もうそれぐらいしか飲まない。300から400、お出かけして飲むから、まあ、400以上は飲んでるような感じです。そうですね、まあ、飲みたいだけの、おしっこ出ちゃうけど、はい、飲みたいだけ飲ませてほしいですね、はい、そうしてあげることが腎臓病の進行を抑える、はい、いつでも飲める状況にはなってですね、ありがとうございます。で軽く押してくださいませ。それじゃあ、ありがとうございます。で、ちょっと溶かしてもらって。なるほど。今日、お薬はさ、飲めるんですか？1日2回。飲めますよ。はい。はい。で、まあ、本当は UPC ってね、それが調べたいところなんだけど、ちょっと今日出せれないんで、はい、次回おしっこだけでもいいからさ、レンキ分けたら一回持ってきてもらえるといいですね。わかりました。今日の見たところはここね。はい。で、あの子の水道が何だったっけ？腎臓サポートと、レトリバー専用のご飯を、レトリバー専用のご飯で、腎臓サポートが1。で、トータルで何なんですか？トータルでグラム数でしたら、30グラムで、いや、300グラムで100グラム、100グラム、サポートが100グラムで、はい、で、普通のが200グラム、300グラム、そうです、300、あれ、ちょっと今日のメモに、あ、今日の書いてるんですか？それが
おやつも全部。かかったときは、かかったときは、無事で、こっちだ。たまにおやつあげてみて。こっちですね。ドッグフードのウェルケアのレトリバー専用が 20g、 それとロイヤルカラーの人造サポートが 20g、 豆乳 60g、 これってさ、ドライフードドライフードです。こんな少ないことないじゃない。いや、そんなもん20ってほんのこんなやつ。そんなもん20g で豆乳の 60g でふやかせて、これが1回よ。そう、1回よ。1日2回。じゃあドライフード 30g しか食べない。これ絶対そんな量のはずがないと思う。 100g かな、桁間違ってるから。200g の 100g か。だってこの子、そうね、このくらいあるから 200g の 100g か。あ、そうですね。ですよ、そらく。ちょっと 300g って多いかなと思って。そうでもない。だいたいね、一握りぐらい、握り拳よりちょっと小さいくらいの量なんです。あのさ、ちょっと、なんか、何でもね、運動さ、はい。10g。10g。はい。じゃあ話します。ちょっとこの部分。はい。はかりでね、出るんで、ほんの少しですね。あのね、これで、はい、ごめんね。あ、それそんなにたくさんじゃないです。え、そうなの。え、そんなの。これより少ないってこと。あ、その半分以下ですね。あ、ほんじゃ、ほんとそうだわ。半分以下。あんで多分ね、30g ぐらいだったな。今測っていますね。ほんで今、うん、コンデ33g。ああ、そんなコンデ33。33g さ、それよりもずっと少ない、ね。ずっと少ない。本当が少なすぎですか。だから、本当、例えば今 10g つったら、そんなに倍もで 10g。コンデ 10g。あ、そんなもんですね。それの3 ×3 ですね。そう。それにお芋とかリンゴとか、あのブロッコリーとかそんなん入れて。え、じゃあドライフード少なすぎるんじゃないですか。10なんだ。合ってんだ。10g と、普通のドライが30でしたっけ、20でしたっけ。そう、30、ドライが30、合わせて 40g で、豆乳とかブロッコリー 19g、 トータルで 180g、それはもう測ってのわけ、計量してその数字ですので、ほぼ間違いなく 180g で、水分の含まれてる部分が豆乳にあるので、それとかブロッコリードライにしてみると、そんでこんだけの体重が維持されるの。そうですね、それと、あの普段おやつの分も書いてるかな。ここにジャーキーに書いてる。そうです、ジャーキーおやつ書いてますね、ジャーキーに。そう、そんなもんで、それをこれが1日かける2ぐらい、かける2、それ以上あげると、これこの目もいいです、もらっちゃって。もちろんいいです。それ以上増やすと、あの右足びっこりにいたりいう状況なんですね。それでもさ、ちょっとドライフードの割合が 180g のうち、もうちょっとドライフード増やしたらだね。いや、別に私は噛みまくって、先生言うんだったら、じゃあサポートの方ももう少し増やす。もうちょっと増やしましょうか。どのくらい増やしたらいいですか。 20g。もともとこの子さ、27ぐらいあったんだよね。そうです、で、27.5、今日が26はないもん、25.5 だったから、25ぐらいの体重が調子いいみたい。元気で、あの前回みたいに、
400g、トータル 400g ぐらい食べさせちゃうと、もうビッグを引いて、耳当てビッグを引いて、座り込んじゃって、いうことが増えて。わかりますか。これね、あの、これドライフードが30でさ、180で30しかないからさ、はい、こっちが多すぎるんですよ、全体的に。まあでも豆乳は豆乳で、まあ、引いたとしてもさ、はい、120、豆乳引いたら120のうち30しかないよね、はい、だから120のうち、はい、やっぱりドライフードは8割ぐらいあってもいいんだよね。あ、なるほど、はい、で特にあの腎臓病があるから、はい、腎臓サポートの方が、はい、だからまあざっくり言うと120というのは100として8割だから80ぐらい腎臓サポートをされてるのに、でその分他、はい、他の、 あのこの豆乳以外のものを全体的にちょっと重さを減らしてとか、特にジャーキーなんてさ、はいはい、好きだと思うんだけど、はい、リンが多いからさ、あ、せっかく腎臓サポートだったのに、これちょっと多いよね。クッキーですね。クッキーも多い。あ、お散歩の時に食べたりついちゃうんで、あのご飯をちょっと、だからそれこそあのロイヤルカナダでも手で食べませんから。あ、食べれた、腎臓サポート。だからお散歩の時はもう腎臓サポートをおやつぐらいに食べさせて。あ、なるほど、はい、うん、だから全体の本当は 100% 腎臓サポートでもいいぐらいなんですよ。だけどまあ8割は腎臓サポートで、例えば腎臓サポートだとするとですね、そうです。食べたい？食べる？食べる？うん。はい、これじゃないかなと思うんですけど、そうですね、はい、体重の例えばね、はい、10キロのこれね、はい、標準の上に160g、 260g、 はい、あ、そうですね、260g、 30キロのこれ350g、 はい、25キロの体重の減らして2秒まで動いたりとか、はい、そうですね、200、300近く、はい、わかりました、もう待って、これで増やしていきます。はい、それとお水をたっぷり入れ、はい、今ここでさ、腎臓に負担もかからないなと思われるものは、はい、豆乳はまあ60を出してもらって、これは OK です。はい、でこっちのものね、はい、こっちのものをジャーキーはもうバツ、はい、はい、多分クッキーもワンチャイのクッキーはバツなんですよ。あ、はい、煮干しはさ、はい、煮干し塩分でちょっとどうしようと思って、そう、塩抜きしたらですね、ダメです。そうで、はい、こういう煮干し、いや、あのペット用の、あの減塩の、減塩のやつ、ええ、まあ、自分からもこれ、まあ、ちょっと3分ぐらいで、はい、大好きです。結構食べれるじゃん。じゃあ、これはやっちゃうとして、だからこっちに続けてください。わかりました。はい。はい、今あのこのレッドリバー専用のドライフードがまだあるんだったらさ、はい、捨てるのもったいないからさ、半ぐらいの量にして、はい、わかりました。だからそこ、これでさ、今見たら何がありましたっけ、うん、25キロだと300グラムぐらいだもんね。そうね、これ25キロのこれ、300グラムぐらい食べたからです。そうですね、全体で、まあ、これをちょっと減らすとしてね、さっきのあの一覧表は1日分ですか。1日分です。1日分、うん、1日分、これコピーしておきましょうか。25キロ、まあ、25キロないんで、20キロと30キロを足して2で割る、ここ真ん中が標準の子ね。あ、はいはい、1人気味の子はもう少し、はい、痩せ気味の子、まあ、標準でいいと思うんでね、これちょっとコピーして渡します、はいはい、でこれはちょっと もらって彼に貼ってきますので。あ、はい、わかりました。それじゃあ火が取ってます。悪いな、チョビ。で、急激に帰るとさ、この子が不満かもしれないから、はい、なるべくあのこの辺 あのジャーキーに出すクッキーは、なるべくだんだん減らしてって、なくなるようにしてもらって、はい、うん、ブロッコリーとかお芋とかリンゴはそのまま同じようにやってもらっていいですから。あ、豆乳も実を言うとね、はい、それなりに菌が多いんですよ。でもそういうの好きでしょ。
いや結局ね、年だから乾き物っていうか、あの水分の少ないのは食べにくいだろうと思って。あ、そういうことで、ええ、少ないかかってないのを食べないってわけでもない。そうでもないんですけど、あの食べにくいだろうと思って、そういうことね、あの水分の代わりに豆乳入れてる。もうこのこと水の方がいいの。あ、むしろ水の方がいい。水の方がいい。いや、これもじゃ変わるんだったらさ、はい、あの水の方がいい。あ、わかりました。うん、はい、その方はさ、要は慢性腎臓病の進行を抑えるために、慢性腎臓病の進行を抑えるためにはまず水を飲むこと。あ、はい、歯、歯のこと考えたらやっぱりドライはドライのまま食べた方がいい。だけど少し締め切りはドライはドライのまま食べるのと、それからちょっと気化してさ、はい、水分を取らせるために、はい、水分をたくさん含んだドライ飲むこと、はい、種類や。わかりました。そうすると歯にも刺激がね、ちょっと欲しいんでね、硬、はい、いのカリカリ、まあ、あまりカリカリは食べない、飲んだけど、はい、多少はね、歯に刺激があった方がいいから柔らかい、はい、じゃあミネラルウォーターとちょっと入れてみよう。そうですね、ミネラルウォーターも、はい、なんだっけな、なんかあるじゃない、香水とか香水はあります。どっちがどっちだ、香水の方がミネラルが多いんじゃない。キリンのね、美味しいウォーター、軟水を飲んでたんですけど、最近売ってないですね。あの軟水は何も入ってないよね。そう、本当はね、はい、あんまり入ってないやつの方がいいかもしれないですね。はい、わかりました。ではそれこそ、あの、ま、あの水道水を沸かして冷やしたやつ、あ、だったら何も入ってないですよ。あの塩素を飛ばして、はい、ちょうど湯冷まし、あ、ちょうどいいですね。湯だ、あの湯で冷まし、ああ、そうですね。それで湯冷ましにして、うん、それでやった方がいいかな。あ、分かりました。思いますね。あ、じゃあ、変えてきてもらってよかったな。あ、そうですね。そういうお腹空いてたか。変なの。体重がね、はい、減ってかんようにしてほしいんですよ。はい。調子悪くなるとさ、進んでいくとさ、タンポンでどん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 出ちゃって、食べ物が減ってきちゃうんですよ、はい、だからちょっとこっちゃりにするかもね。取りすぎは足が痛くなるからね、そう時間だけど、はい、だからまあ、なるべく体重減らないように、はい、食べさせてもらっていいですよ。はい、わかりました。じゃあ、腎臓サポート 5g にして